フローです。えっと、ようこそ、こんだけたくさんお越しいただきましたありがとうございます。えっと、お越しいただいている皆さんは、心の平和を求めてらっしゃる方かなと思いますので、何かこう、いいお話につながればなと思ってますんで、あの最初にですね、問題意識をちょっとお話し,したいと思うんですけど、まあ今日朝からずっとセッションで、ビジネスのゲームチェンジという、非常にこう激動の、 激しい話が中心だったと思いますでどちらかと,いとビジネスはどうあるべきかという,こう論理性や合理性という話それからその変化に対して人々がどう動くかという心理とか条理とかこの合理と条理というのが一つ対局軸であったのかなという気がするんですねで一日経てきまして今日最後、えー、まあ皆さんも頭の中も随分と疲れてきたと思うんですがまさに心の平穏と自分の在り方自分のビーイングいうようなことで、まあ、合理でも常理でもない。 またそういう,こう理屈ではなかなか解明しにくいようなところを互いに感じ取っていくことができればなとこんなふうに心がけて運営したいと思っていますあの先んじてまあ皆さん軸とかそれから不動心とか、まあ、いうような言葉は最近よく言われるんですけれども、えー、皆さん自身それをど,どう捉えられますかね信念とかですね、えー、なんかそれぞれが捉え方が結構まちまちな言葉じゃないかなという気もするんですね抽象度がすごく高くなりますし なんか分かったんだか分かんないんだかというところもあるような気がいたします。ただ一方で今日一日皆さんもセッションやってきましてこの変化の時代に大事なことは、えーまあ、明確な言語化と言いますか明瞭な言葉で自分の考え方や自分の思いだとかを言葉として表現するってことが結構重要じゃないかなというふうに思うんですね。それは何かとという自自分自身を鼓舞する時にも 仲間たち部下や社員たちにその気になってもらうためにも結局言葉を通じてしか伝わることはできませんので語っても伝わらなければ意味をなさないとするならば明確な言語化このあたりにも少しこだわりながら皆さんとおたあの対話を深めていきたいと思っています、えっと、お揃いいただいているのはですねあのあのお手元をご覧いただくとおりなんですけど石橋さんは実は知名者中というあの役員向けのプログラムに えー、2期生としてご参加いただきまして今 j r でのトップとしておやりになってらっしゃる方ですで田中伸さんまあ今日からも田中さんお二人いらっしゃるんで新さんと利点さんというふうに呼ばせていただきますがあの新,は新,さん新さんは同様に致名処置の講師としてもあのお出ましいただきまして、まあ、今はそのコミュニケーションのプロフェッショナルとしていろんなことにあの、まあ、トップとして事業もおやりになってるんですがコンサルテーションやねと。 で利、えっと、天さんはもうご案内のとおり修験道の本家本元の、えー、奈良の金プ川寺の長老でいらっしゃるということで、えー、っと奈良の金プ川寺蔵王権現をですね世界遺産に登録されたそのリーダーシップを発揮された、えー、方でいらっしゃいます。と、まあ、いうことで利、えっと、天さんのところにも致命者中ではお邪魔して。 いろんなことを、吾業をご指導いただくと、こんなご縁で、今日の場になっているということです。で、えっと実務の方、それからこちらは信仰の世界ということで、まあ、まさに現場の話から心の世界という、こういう思考の上げ下げがですねかなり往復運動しますので、皆さんもそのあたり、ちょっと意識しながら、聞いていただければなと、こんなふうに思います。さああ早速なんですけどもまずあの えー、今日のテーマがですねその変化の時代における不動心の獲得信念という話をするわけですけども、えー、お三方にちょっと具体的な自分のこうエピソードだとか、えー、その言葉を聞いてどんなことをお感じになるかというとまず具体的な話を、えー、つまり信念とか軸って何かってホワットの話をですねホワットとかホワイの話何で必要なのかこの辺りを最初に議論しまして。 後半には、じゃあ自分の信念や不動心をどう育むのかってハウの話を。このホワッとホワイって話を前段にやり、後段にはハウと、こんなふうな話で、二本立てで話を進めていこうと思います。石破さん、じゃあ最初、あの、信念とか軸とかちょっと分かったんだか分かんない話をするわけですが、これ聞いて、 どんなことをお感,になるあのお感じになるかぜひお願いします私はあの今ご紹介いただいたようにあのグロービスさんの致命車中という、えー、7ヶ月に及ぶ勉強の場を、あのー、に参加させていただいたんですけども、まあ、それを出,る前あ出たあの前とあとではもうだいぶ、あのー、考えも変わったので今、後の自分しかいないんですけども。 まあ要するにあのなんかこう人としてこう信じるところその人の本質え何かを判断する時あるいはまあ人と接する時もうすべてのえ本質っていうんですかね自分の中心をあのまあそのグロービスさんの指名者中ではもう散々あの揺さぶられて散々考えさせられるんですけどもまあそういうあのものというのがもう今の でもうなくてはならないものというのが今の私にとっての非常に大きなものですねあの、まあ、最近社長になったとっいうのもあって、えー、まあそういうようなことも含めてなんですけどもそういうふうに考えています。 あのまあ本当に社長就任おめでとうございますなんですけども j <laughs> オリ i ドさんはね世界に関たる ENL を勇気でやっていこうという話なんですけどもいろんな意思決定で本当にあのトップ・オブ・トップの最後の砦として全責任を負うっていう話がこれまでも役員でおられた時代と全然違うっていう話がありましたその本当にトップになった時にこの軸の必要性とか ああいうようよなことってどんな場面でどう感じたかとかその辺のこう具体的なイメージかかありますかあのこれ、前、鎌田さんと少し話させていただいたときにあの改めて自分で言葉にしてそう思ったんですけどえ上司がいないですよね、社長ってまあ会長はいるんですけど会長はいるんですけど最終的には決めるのは自分なのでまあどの会議においても自分が出れば最終的には決めるのは自分まあみんなに決めてもらうにしてもで判断して決めるのは自分だし えーまあ、その後誰かに頼って決めてもらうってことがないので、えーまあ、その時にあに自分がその信じる軸、えー、それに従って決めるという、まあ、そんなに毎回きれいにはいかないですけどもでも振り,振り返るとっていうか、まあ、さい最後の最後はそこに行き着くものだというふうに思っています。はい、そうするとと意思決定のよりどころとか 責任の,その保証人みたいな、なんか保証人って変ですけれども、自分で裏書きするしかないっていう、まあ、要するに、逆に言うと、ブレる人って、いますよね、なんかうちの上司ブレるなとか、なんかいつも言ってること違うじゃんとか、そういうのあると思うんですけど、それって結局、信頼を失うと言いますか、人がついてこないですし、逆に言うと、そういう自分でないと、やれないというところもあると思うんですね。 というのと、あの常にそ,こそれをあの自分の頭の中に置いて、ああじゃあ、俺はこう,こういうふうなところを信じるから、だからこういうふうに決めようと、ちょっと抽象的な言い方じゃないんですけども、そういうふうに考えますそうするとその、まあ、トップっていうのは何の、の何の仕事しますかっていった場合には、いろんな仕事ありますけど、最大の,その仕事は意思決定。 決断だとするならばで一方で決断ってこう個別ジャッジメントってものによって違いますよね判断軸がで,でもそ,のそれになんか根っこにつながるえと普遍的なその寄って立つみたいなそんな感じなんですかそうですね <うん S 1> でそれってあの皆さんが気づくか気づかないかちょっと後で言おうと思っていたんですけどもあの結局誰でもお持ちだと思うんですよね。 でそれを改めて自分で認識するかどうかだと思うんですけれどもあの、そういうもんだと思ってます言葉として軸とか信念って言葉を使わないとすると、はい、今おっしゃったものって、石破さんの場合、自分の本質ですね。自分の本質、はいはい、自己の本質。なるほど。自己の本質、じゃあ、えっと、自己の本質とはなんだって、もう,もう一度違う言葉でもうちょっと手触り感もたも知りましたらしたね、えー、<laughs> なんか分かったんだか分かんないんだかっていう感じがする、ね。 じまあ、自分の信念って言っちゃうとなんかぐるぐる回っちゃうんですけど,ど,どでも自分が信じるものじゃないですかね信じるもの、えー、私の場合はあの具体的に言うと信頼なんですね信,信頼信用なんですけどもえとそれがあってすべ、えー、てが成り立つと思っているので えー、そ,れそこに常なんか若干ハウの話になっちゃうんですけども地名、はいまあ、処中でさっきお話ししたように頂いたように何度も何度も考えてくださいみたいな話とかいろんな人のこう言説に触れて刺激のシャワーを浴びてくださいみたいな、まあ、いわゆるシェ,クシェイクヘッドですよね頭をふら振りながらでそこで、まあ、例えばまさにリデンさんとの出会いも含めてなんか歴史の中に自分を発見したみたいなことを言っておられたような。 もうそこ行っちあの,、ええ、あのまあ私はあの李天先生の奈良の,の吉野に行った時に、えー、まあそのなんていうんですかねその我々私が今まで知らなかった世界もそうですしあと李天先生の言葉もそうですしそこから学んだことが非常に多くてでこれはちょっとまああのと取っといてもあれですけども、えー、とそのものの見方みたいなことをあの教えていただいて、えー、とこんな えー、コップにワインが夜半分ぐらいれて李天先生覚,覚えてらっしゃるかどうかわからないですけども宿坊で半分ぐらいこうワインが継がれてるのを見て,あの見て今日はいっぱいもらったなと思うのかこれ,ちょっとこれしかもらえなかったというふうに思うのかというふうにその一つものを見るにもいろんな見方があるというようなことも教えていただいたりとか、まあ、そういうあの私にとって非常に大きな機会だったんですけども。 まあいうことでまずは石橋さん、まあ、社長になられたっていうか環境変化の中で、よ、えー、りどころを探るということの本質が、結局、自分の本質ということを彼の場合は軸として捉えておられると、こんな感じですかね。じゃあ、引き続き、じゃあ今度、新さん行きましょうか、同じ問いなんですけど、いかがでしょう。そうですね、あのー、多分この不動心とか軸っていうのはなんですかって聞かれたときに、えー、今、 まあちょっと思いつくのは、えー、基本的にはこれ「心の働き」っていうんですかねあのー、まあ私は21年前に今の仕事を立ち上げてで21年間まあ今の立場をずっとね経営という立場でやってきましたそれから一方でコンサルタントとしていろいろなお客さんの悩みっていうか、えー、そういうのをこう見てきました でそういう中であの今お客さんが、まあ、先ほど心の、まあ、平和というかですねっていうのが重要だって話なんですけれども、えー、やはりあのこのゲームチェンジっていう時代は逆に心がかき乱される時代なんですねだからそういう中でその心っていうものをどうやって安定させ、えー、その心の働きっていうものをですね 手に入れていくかっていうのが僕にとってはその不動心っていうでちょっと具体的に言いますと今悩んでいることがありましてですね、えー、これは非常に悩んでますえー、っとまあこれはクライアントも悩んでるんだけど私自身も今悩んでいてでそれは一つはですねあの不動心っていうあるいは心の働きっていうことで今僕が苦労しているのは3つのことがあるんでですねで一つはですね あのゲームチェンジの世界っていうのは、えー、先ほど申し上げましたが心をかき乱す、どういうことかというと、えー、想定外が起こる時代なんですねだから当然ながら、あのいわゆる有事365日っていう言葉で僕は表現してるんですがもう24時間365日ピンチしかないっていう時代なんですね。 でチャンスをチャンスに変えるっていう従来の考え方はもはや通用しなくていかにピンチをチャンスに変えるかっていうのがすごく重要なんですで。特にこれが歴然として出てくる実体験できるのがクライシスコミュニケーションといって,ってクライシスがボーンっていったときにじゃあ2時間以内でどうやって外に発信するのか社内に対してどう対応するのかでいったときにトップと接してやると大体基本的にはです、ね、成功するケースっていうのは その経営者がピンチをチャンスとして発想できるかどうかなんですよ。でそれは先ほどのものの見方に関係していて人間っていうのは実は見えるものだけあるいは聞こえてくるものだけであの判断すると実は過ちが起こってその背後にある風景っていうものをどういうふうにイメージできるかが勝負決まるんですね。ですからあのさっきワインが入ってきてこれは、ね、たくさんいただいたのか。 少なくいただいたのかっていうのはまさにその背後にある風景をイメージできるかどうかなんですよでクライシスの時っていうのはですねそのイメージが勝負を決めちゃうんですだからどっちかというと見え,る見えるものの背後にどういうものを見るか聞こえないものをどう聞,聞くかっていうところが勝負を決めるんですねでそこが基本的にはですねじゃあ頭で理解してもダメなんですこれ。 もうこれは体でもう,こう体得する以外はそれできないんですだからピンチをチャンスに、えー、発想するっていうのは、えー、単なる頭で理解するものじゃなくて心にずしっと、まあ、いわゆる不動心みたいにしっかりと作り込まないと対応できないっていうでこれはあの私自身もいろいろ経営やってるとはっきり言って有事365日ですよもう修羅場ですよね。 でそういうときにもうチャンスピンチしか来ないんですよ、それをどうチャンスって発想できるかどうかの心の働きっていうのが、実は不動心としては一つあるかなと、それからもう一つ、このゲームチェンジっていう世界っていうのはです、ね、一方であのライフシフトっていう、言われてるように、実はリーダーがですね、より長くリーダーシップを張ってなきゃいけない時期なんですね。 かつては60、65ぐらいで、はい、じゃあこれでもう、えー、いいやという時代から、そうじゃなくて、もう100までですね、正直とリーダーシップを発揮するという時代になってくるわけですね。そうすると何が困ってくるか、これ、今私が非常に困ってるんですけど、あのですねまあ、健康は重要です。でも、もっと重要なのが、えー、精神的なパワーをどこから作り出すかというところがだんだん厳しくなっていくる。 私も還暦すぎたんですけどあの、ねえっと、非常に難しいです要するにやっぱり肉体の衰えとともに体力の衰えとともに精神的な、ね、部分のパワーのいわゆる喪失するパワーというのも減退していくわけですそうするとそこを何でリカバーするのかどういう心の働き方で えっと、よりその持続性のある精神的パワーをこうちゃんと作り出すという、ね、心の働きっていうのを手に入れられるのかどうかというのは結構苦労してましてでこれが二つ目の、まあ、ある意味心の働き方、まあ、不動心ですね三つ目、最後はです、ね、あのなんていえばいいんですかね、えー、っといわゆる自分と戦える不動心というのを持てるかどうかこれは還暦、ね、過ぎてから分かったんですが あの21年ぐらいこう経営のトップでずっとやってるとあのね自分の成功体験が全部呪縛になるんですあの自己否定できなくなるんですよでこれが実は今苦労してましてですね今までやってきたっていう自分のやり方っていうのがあのこのゲームチェンジの中で本当にいいのかっていうところ でここを自分を絶えず自己否定するっていう強さパワーっていうか心の働き方をどう手に入れられるのかこれがですね一番今かなりえ苦しんでるとで,ですからまあ不動心あるいはその軸といった時にこれからは不動心が得,得られにくい時代 軸っていうのはぶれやすい時代心がかき乱される時代なんだけどもその中でもそういう一つの、まあ、不動心と表現するのか軸と表現するのか分かりませんけどその何て言うんですかね心の働きっていうんですかねそこをどう作り込んでいけるのかっていうのが今一番大きなチャレンジです。 でやはり、ですからさっき言ったように一つはそのピンチを、えー、チャンスというふうに発想できるような心の働き方ってどうなのかそれから、いわゆる自分の年とともに、えー、その精神的なエネルギーパワーをです、ね、どうやって維持するのか持続するのかといったときの心の働き方それから最後は今言ったように自己否定自分と戦うその心の働き方というのをどういうふうに手に入れればいいのかこの3つがです、ね、やっぱり今、一番 一つ悩んでいるっているうかというところですかかねなんかご自身の悩みをこうね、討論いただきつつ、確かに皆さんも聞きても、しみじみとそうだなと感じもすると思うんですけども、今のお話、心の畑、3つのシチュエーションをお話しいただいて、非常に分かりやすかったんですが、こんなふうに聞こえたんですけども、それはすなわち、セルフコントロールっていうニュアンスなのかなっていう感じとはちょっと違うんですか。セルルフコントロールっていいう言葉じゃないんですね コントロールというのはそこに意思が入っちゃいますからで人間というのはあの基本的には左脳まあ特に近代現代人というのは左脳に侵されてるんですけどやっぱり右脳で考えた時というのは意思を意識した瞬間にあの体,体験上ですよ動きが鈍くなるんですよだからいわゆるこう一体になるっていうか物事とでそこには意思の働きが少しでもあるとあのやっぱり邪魔する。 あのでもねって言うと変なんですけどそのさっきの精神的なエネルギーの維持だとか非常にピンチの時きに、まあ、よ,よい方向から認識しようだとかそれからその、まあ、自分の自己否定をしようっていうのはかなりこうインテンショナルにいかないとできないのかなって気がちょっとしたんです、ね、あの多分インテンショナルにしないと積み上がらないと思いますけど、えー、現場に直面した時は少しでもインテンションが入った瞬間に。 あの動かなくなくりますこれはクライシスもそうですし実際自分自身の,そのいわゆる自分のパワーを持続させるためにどういう心の,の持ち方を持つかっていった時もそうですし、えー、まあ最後の自己否定もそうですねだからあのやっぱりもちろん、えー、そういうふうな意識をして積み上げていかなきゃいけないのは分かるんですけども究極はその意識してることが最大の敵になってくる。 かなり深いですけど、まあ、いずれにしても心の働きということを不動心というふうに置き換えていただいて、これ、講談のぜひ、ハウて言いますか、あの新さんなりに日々おやりになっているプラクティスもあると思うんで、そのあたりであの深めていきたいと思いますじゃあ、李天さん、同じような問いですが、よろししくお願いしますなんか私だけすごく浮いてる気がする <laughs> 私もね、スーツぐらい持ってるんでね。 それれれででとししたたんですけどもダメだってて言われてコスプレをさせられました <laughs> 私はあの不動産も不動心も持っていないのであのいい話ができるかどうかよくわからないんですが実はね40って不惑の年っていうじゃないですか僕40の時にものすごく迷ってましてね情けないなと思ったんですが41の時にふっとね 自分の軸がでできたんです座標軸って呼んでるんですけど茂木賢一郎に言わせるとあの人はきちっとおっしゃってましたつまりその座標軸ができてから誰と出会ってもどういう本を読んでも自分の血肉になっていくようなそういう時がありましてそれからね20年間実はそれでやれたんですその、えー、軸で。 まあこれが不動心といいううののかかか軸ととよく分かりませんころがね20年ぐらいしか持たないことが体験的に分かってきましてその軸を持った時は、まあ、さっき世界遺産のお話がありましたけれども吉野で活動するのに吉野で活動することが吉野が日本の中で意味があるとするなら日本にとって意味があるし日本が世界の中で意味があるとするなら私が吉野でやることが世界に対して意味があるぐらいの気持ちでいろんなことを やれたんですけれども還暦を過ぎるとねだんだん体力も衰えてくるしねボケてくるしね昔持った軸ではちょっとね持たないな、まあ、ゲームチェンジということで、まあ、世の中も爆裂的に変わっていってますしそんな中で41で持った軸が先ほどあの田中さんもおっしゃってましたようにそろそろねあの通用しなくなったところがね ここ5日ほどの間にね、ヒントになることがあったんです。22日にダライラマ法王が今おいでになってて、あの我々スーパーサンガというチベットを支援する会をあの立ち上げて活動してるんですが、そのスーパーサンガの会で法王をお招きして、博多で日本の,あのいろんな災害の異例の法要と法和会をしたんです。 でその時に謁見もしましてあの親しく法凰とお出会いしたんですけれども今年83ですけどもね子供みたいに元気なんですでね僕何度か謁見してるんですけどもいつ行っても同じなんです誰に対しても同じなんです私はミッキーマウスと違うかという着ぐるみを脱がないミッキーマウスがダライ・ラマ法王かなと思うんですけれども、えー、すごくねそういうあの 83になって、誰に対しても子供のように元気でおられるという姿というのは、あの今、座標軸をなくしつつある私にとって大きなヒントになりました。で、昨日は東大寺で、The Great Buddha Symposium というのに出てきたんですけれども、その回で私と一緒に記念講演をなさったのが、東大寺の長老様で、今の館長様のお父さん。 満97歳の佐川普玄さんという97ですよ。この人がねものすごくいろんなことに興味があって私は修験道の話をしたんですけれどもいや今日は田中さんからいっぱい教えてもらいましたってね97の、えー、古老体にね言われた時にこの佐川長老もまさにダライ・ラマのように あのお年になってもはるかに元気でねしかもいろんなことに対して、えー、子供のように興味を持って生きておられる座標軸をなくしかけた私ですけどもこのお二人を見てこれからはあの今まで以上にいろんなことにこう興味を持ってで子供のようにこう、えー、誰に対しても晴れやかに生きていくということが大事なのかなという。 皆さん方のお話の足しにならないかもしれませんけれども経験的にそんなことを思いつきましたなんかでもあの最初のお話が41で座標軸を作られた後自分とタイプの違う考え方の違う人たちからも心安らかに話を聞けるつまりすべてが血肉になるとお話をされてましたよねで83のダライ・ラマ法王も97の佐川長老も子供のように好奇心に満ち溢れていると。 まあつまりそのまあ不動心というかどうかって話をされましたが何か新しいものを吸収し続けるというその姿勢を維持できるかどうかということが今の利の天さんのお話のように聞こえたんですがいかかですかねいやそれを目指していきたいと思いますね。まだあのちょっと壊れたままなんでそろそろね材料、はい、軸をもう一回作り直さないとさっきあの本当おっしゃいましたようにだんだんね 年も寄ってくるし、ね、あの元気もなくなってくるしそういう意味では本当にあのこの年に合ったもう一度作り直す座標軸はいるのかなというのが今の正直な気持ちですちなみにその41に一った戻っていただいたときにその,頃そのまあ金プセ、えー、ンジ蔵王権現を世界遺産にしようとで今イミジコンおっしゃったように奈良の吉野が世界のためになるなら、えー、日本が世界のためになるならば自分は吉野でやるっていうこれは一つの 明確な軸だったという理解をすするんですがでやめちゃったんでね吉野ねうちの弟が今感情さんをなさってて兄ちゃん来てもらうの迷惑そうなんですよね <laughs> あのやっぱりあのリーダーを2人いらないというねこれに、ね、は現実ですよ誰のおかげでなったんやという気持ちは <laughs> 私の中にはすごくあるんですけどねでもねやっぱりね 私が行くのは煙たいんですで私が行った方がうまいこと行くことが圧倒的に多いにもかかわらずでもそれはダメなんですよーー。リーダー2人いると組織はなかなか多分回っていかないんだと思いますだから、まあ、あの私は長老というね訳のわけのからない職人今いるんですけども、まあ、あの顧問でもないしねあのそういう役職で会長でもないしそういう中でやっぱりあリーダーは2人いらないんだなというのをねあの感じましたね。 この辺りは、でもあれですよね、その経営の中でも同じようにサクセスションどうするのかとか、いうことをお考えになる方々がいらっしゃると思うんですけれども、非常にこうしみじみしつつも、でもそこ、葛藤ではそこをどう乗り越えられたっていうか、なんかありますいや僕ねあの、恩師にね、僕がいっぱい苦労してきて、で最後、あいつ全部おいしいとこ持っていくんやって言うたら、損でええやないかと。これが胸に響きましたね、そんでええやないか。 まあ兄弟やから損でええやないかということもあるし自分の後をちゃんと石を継いでくれる人が継いでくれたということも含めて損でええやないかと言われた時に恨み,つらみが消えましたから損でええやないかとなるべく思うでも思いますよやっぱりあの誰のおかげでっていうのはやっぱありますからね。<laughs> でちょっと実は、ダライ・ラマ法王との謁見の話も、非常にこうインパクトのある話だったので、ちょっとあのせっかくなんで、皆さんにも、かいつまんでシェアいただ言ってほほうの謁見した時も、あのなんかご質問ありますかって聞かれまして、その後2000人ぐらいを前に法和歌をやなさった後も、あの1時間ぐらい、あのフロアからいろんなご意見をお受けになるんで、私は何を、私だったら何を聞くかなと思っていたら、ふっと思いついたことあるんです。 でも、まあ、2000人もいるのに手挙げてまでと思ってたら隣のやつが、ね、マイク持って質問したんですよでこれは次に私が聞けということかなと思いまして何を聞いたかと言いますとダライラマはもう転生しない生まれ変わらないとおっしゃってるんですあのダライラマ法王っていうのは今14世なんですけども観音様の生まれ変わりというのがあって法王がなくなると次に生まれ変わりを見つけてきてでこの人が法王になっていくんです あの今の法王も子供の頃に見つけられてなっていったんですけども今ご存じのようにチベットは中国に迫害を受けて誰もさらにあの亡命政府ができてるんですけども今ダライラマがなくなって次のダライラマを中国がこいつやって決めて中国の言いなりのような法王が出るとチベットは不具合なので法王はもう天正活物はしないとおっしゃっているのを 前提に「おおはこの地球に生まれてきてよかっと」と思いですかそれから「ついもこのシャバ世界地球に生まれてきていただけますか」ということをお聞きしたんですけども直接はお答えにならなかったんですが私はリュウジュ・ナガルジュナが書いたこの世に下脱を得ない人がいる限りこの陸道 このシャバ世界をに生まれ続けるという龍樹、えー、の祈願門を毎日お唱えしていますというそういう遠回しのお答えをいただいたんですけどもそういうなんかもうあの人の、えー、まさに信念でしょうねそういうようなものを感じたというお話でございました。 ありがとうございます利天さんの話も非常に深いんで私なりの理解をちょっと間違ってるかもしれない、まあ、座標軸という話に対しては先ほどのような血肉になっていくっていうまあ一つの好奇心的なニュアンスを感じたしもう一つそのお父さんとの一見でいくともう手放していいんだっていうようなそのダララマがその引き続きあの困ってる人がいればやるっていうこだわりが強い部分と一方で手放していいんだっていうこういうものも 不動心の一つの鍵なのかなってそんな印象を持たせていただきましたさてお三方それぞれの質感の不動心の話なんですがここからちょっとまた戻りましてじゃあいかにしてそのご自身なりに考えている不動心と言われるものを育んでいくのかとハウの話に入りたいと思うんですが石橋さんちょっとさっき入りましたが、えっと、また自分の本質というものを見いだすあるいはそれを確認し続けるみたいな話ってどんなことをやって,っていきましたかっていう。 致命者中の最後の振り返りのレポートを昨日,、えー、昨日の夜になってまたちょっと見返したりなんかしたんですけども、そうすると、そこには自分の軸は一旦はあは定めたけれどもこれは常に見直していかなきゃいかんと、まあ、そのためにも、まあ、いろんな人であったり経営者の方であったりいろんな知見を持っておられる方の とまあ、いろんな方とあのお話しして出会うことによって、まあ、それをあの確認していくみたいなことが書いてあったんですけども、えーまあ、それを今日々実行しているかというとなかなかあの一度定め,定めたところからまだそんな簡単に動くものでもないと思いますがあ、まあ、そんなあの確認はしま,また改めてしていかなきゃいけないなと今思ってますけどね。事故内対話とそれから、まあえー そうですねであとは、えっと、その自分の軸に従って、えーまあ、これもあの、えー、以前にあのいろいろ学んだあ自分の,あの理念、うん、使命、まあ、ミッションみたいなものを、えー、これもあえあの、まあ、名写真の中でも言語化してみんなの前で話をしますけどもそれを社員の前でんなの前でんので話をてみんなのでの前の前に話ての前で話をしんの前んの前の前の前みんなみななのをのをの前なの話の中でも言語化してあのみんなの前で話をしますけども、それを社員の前で えま全員の前でまず社長就任した時にやったんですねでその後個別に今8人から10人ぐらいずつ集めて、えー、グループ討議みたいにしてそこでまず話すっていうか対話会にしていてみんなにあの1回話振ってで,でそこで自分の思いをあの語るようなことも繰り返し繰り返しやってるんですけどでそれをもう今彼これ5ヶ月ぐらいずっとやってるんですけどそ,そ,のそういうふうに話し自分でこう 話して、でその反応が返ってくる中で、またそれを確認していくみたいなこともやってるし、そうすると自分が本当にそう思ってるかってことも確かめられるし、それが伝わるし、っていうようなことをやってます。はいあれね、キーワードが言語化っていう、明瞭な言語化って話と、それをこうパブリックコミットっていうか、外に出すってことが、実は自己内対話っていうか、そういうことなんでしょうかね。そうですねうですねしじゃさんお,、ね、お願いいででますか <laughs> 今、自己内対話という言葉がが、ね、あったあと言語化ということでこれすごく重要なポイントだと思っていて、えー、とにかく今、そういういさっき言った3つの心の働きっていうのをどうやって得られるかなということで今、日々こう苦労しているいくつかの、ね、話をしますと1つはやはり呼吸と同じなんですけどコミュニケーションって呼吸みたいなもんで呼吸を意識すると基本的に健康になるわけですよ。 で実はコミュニケーションも同じでコミュニケーションを意識すると人間って、ね、元気になるんですよ。でこれどういうことかというとコミュニケーションというのは別に発信というだけじゃなくて、まあ、3つの機能の連鎖なんですね受信する発送する行動する、まあ、行動するというのは発信と置き換えてもいいんですけれどもいずれにしても受信発送発信 ですかここの連鎖をどれぐるぐる回せるかでここをどう意識できるかどうかによってです、ね、結構元気になるんですよで、あのー、すごく重要なのがすべ、えー、てを決めるのが受診のところなんですね何を受診したか何を認識したか何を考えたかどういうことをイメージしたかが即発想につながりますで発想したものがいわゆる行動につながるつまり発信につながるわけですで当然ながらその時に 基本的にこの一連の連鎖っていうのは今言ったまさに鎌田さんがおっしゃったように外との関係性を構築します一方自分の中側のね何、えー、て言えばいいのかなその一つのこう意識さらには無意識の世界に近いところなんですけど自分自身が培ってきたストックっていうんですか生きてきた中で。 ビッグデータみたいなもんですよねで、えー、っとそこに対して影響を与えるんですねでそのためには、えー、やっぱりその3つのプロセスっていうのを回してで発信の時は言語化して口に出すっていうのがすごく重要で口に出すことによってじ自分以外の外の人にもメッセージは伝わるけど一方で口に出すっていうことは自分に対しても訴えかけてるんですね。 よくなんかあの家庭教師で子供に教えてると教えれば教えるほど自分の頭の中が整理されるってありますよね。あれは結局自分で言葉に出すことによって自分に対しても対話してるわけです。だからコミュニケーションっていうのは相手との対話と同時に自分との対話というのはものすごく重要で,で特にさっき言った心の働きっていうものを得るためには自分との対話がもう基本になります。 ですから、えー、日々今やってることっていうのはその対話というものを、えー、例えば一番初めに誰と対話するかって重要で,でそこで鳴らし運転やるんですよだから必ず僕が会社に行くと、まあ、家ではねあのちょっとなるべく佐野を動かさないようにしてるんで会社に行った時に誰と対話するかっていうのを選んでます今。 でそこで、今日はあいつと対話しようとでそこで回し運転をしてでこうやりながら自分自身相手に対してもメッセージ出してるけど実は自分自身に対してもその思い込みを作ってるっていうかこう自分の働きか心の働き方に影響を与えるこれ必ずやってます必ず1人にしたこうがいい。 あのどうしても会話が成り立たないやつもいますからそれは外さなきゃいけないけどえある程度そこは選んでそれはもちろん言いませんよそんなことはねえそういうことをやってるそれからもう一つはですねあの朝起きて2時間ぐらいは左脳をなるべく働かせないようにしてます要するにテレビとかメールとか一切見ないでそこで何やるかというとまあルーティンみたいなことですけれども「右脳を中心に えやっていって例えばその時っていうのはまず体を動かすっていうことと口に声を出すっていうこととそれからイメージするっていうこの3つをこう一色にしたそのルーティーンを作ってでそれをぐるぐる回すことによって作能を働かせないんですねでこれ何の効用があるかというと実はある意味寝てる間人間って無意識が結構働いてくれてるんですね経験上。 でこれ無意識との対話なんですよね。僕から言わ、こ、の表現で言うと、そうすると無意識っていうのはですね、寝てる間ずっと無意識に働いてくれて、で朝起きた1時間から二時間ぐらいっていうのは実はそこで得たものっていうのがダウンロードされるタイミングだと僕は思ってるんです。経験上そういう風に感じてます。それはなぜかというとよくあるようにシャワー浴びてるときにスポーンと降りてくるとか。 悩んでたことに対して突然イメージが湧いてきてでこうだっていうねでこれは僕の場合は経験的には初めの起きてから2時間で起こるんですよだからほとんどその降りてきたものは全部メモってでとにかくあのすぐ気づきとか降りてきたもんってすぐ消えますから。 もう即こう取っとい,いうことでこれはある意味あの、まあ、犬の散歩でも結構ですしあのいろいろ声を出す呼吸法とかいろいろありますけどやり方は僕なりの,そのルーティーンを作ってだいいいた時間半ぐらいのルーティーンででこなしてますねそれから、まあ、あともう一つはそうですねあの、えー、やっぱり重要なのは自分のストーリーっていうのを持つってことがすごく重要で。 でストーリーっていうのは何で持つかというとこれは別に人に語るためにあるんじゃなくて自分に言い聞かせるためにストーリーってあるんですね。で特にあの自分の心っていうのはものすごく不安定なもんだから毎日毎日自分の心に対して言い聞かせるような。 これはルーティーンの中にも取り入れますけどもやっぱり自分で絶えず絶えず何て言うんですかそのストーリーっていうでストーリーっていうのはもう3つの要素からできてて先を見据えて自分の過去を意味付けて今を語る行動するっていうだから未来から始まって過去に飛んで現在なんですねでこれはどういうことかとやっぱり未来っていうのは先ほど言った信念とか 使命感とかそういうものがすごく重要になるんですけども、やっぱりそこに対してそうだなって思う気持ちはすごく重要です。ただ過去って何が意味があるかというと、過去の事実を変えることはできないんですが、過去の意味づけは変えられるんです。で人間はその意味づけだけで元気になるんですよ。 だから毎日、やっぱり過去で自分を意味づけて今を元気にしで今を行動し、語っていくっていうこういうのをですね絶えずこう24時間考えつつ寝てるときは別ですけどもあの絶えず起きているときはでそれを進化させていくってことが重要なんですね自分のストーリーをでそれはその時々に出てくる場面ってありますよね毎日、皆さんいろんな場面に遭遇しているわけですで。そののの場面を自分のストーリーリ中でこれはどういうい意味があるんだか 例えば今、李天さんがあの質問する人が隣でこうマイクを置いたと自分が質問しなきゃいけないんじゃないかというふうにその1つの経験というか、事象というかそこに自分にとってどういう意味があるのかというのを追求していくというんですか。 だから、えー、経営をしている場合っていうのはもう絶えずそういう場面ばっかりなんですよ、でその場面にが自分にとってあるいは自分のストーリーにとってどういう意味があるのかっていうのを一生懸命意識しながら自分のストーリーを肉付けしていく、えー、でそういうプロセスをやってるとなんか僕自身は元気になるんですね。はいはい <laughs> あのいろんなキーワードが浮かんでますけど、まあ、一つはクリエイティブルーティーンですよね松井にしろ一郎にしろも一流の人たちは求道者のように自分の一つのルーティーンを決めているその中で連動を上げていくっていうあとは、まあ、コンセントレーションですかね一つのあとは身体値みたいなものもすごくこだわっておられるから、まあ、先ほどあの、えー、っと心の働きっていうのは自覚的じゃないですかっていうふうな僕は問いをしましたがそのクリエイティブルーティーンを通じて練られた心というのは るるべき反応するっていう,ふうなことななのかなっていうことと感じましたと同時に利天さんここあの修験道の世界も多分なんかそれに近いのかなと思いつつあのぜひ利天さんなりにあの今のような話の中でハウの話って何かアドバイスいただければと思いますいや僕すごく時間が気になる人でねあとあと3分ぐらいしかないんですけど、ね、あの僕2つのことを今日言いに来たんですが 今のことを語るとそれ語れないんで、えー、今の方だけちょっと今のことを受けて語るとあの今情報があふれてますけども情報は血肉にならないんですね情報が血肉になるのがそれがストーリーになった時今日今ストーリーの話をなさいましたけども物語は自分の血肉になっていくんですけども情報というのはあの流れるものですからそういう自分の中で情報をあのす 物語にしていくというのはもうすごい大事かなって今それをことをおっしゃったと思うんですで今日私ここで言おうとしたことはね一つは、えー、皆さんのお話でも重なるんですけども人生の本質はつながりにあるんです夫婦というのは夫婦という本質は、えー、奥さんと旦那というつながりが夫婦を夫婦という本質を作るわけで親子もそうで。 その本質はつながりで人間は全部つながりの中に本質があるんです、えー、個々のことに本質はないんですねそのつながる中に本質があるということを知っておくと、えー、いろんな場面でいろんなシーンが起きた時にあのつ,つながりに本質があるんだということをぜひ心に留めておいていただくと、えー、いろんなことに対して対応ができるのではないかついついあの これに本質があると人間は思ってしまいますからそうするとあの結局固執する仏教では毛筆とか言うんです食うというのも実はつながりなんですよそれぞれに本質はなくてつながりの中に本質があるそれは犬や猫は分からないかもしれませんけども人間はそうやって生きるだから人生の本質はつながりにあるんだという今日はこの話を一つ したたいなと思ってきたんですでもう一つはこれだけ爆裂的に世の中が変わって、えー、私たちの価値観が実は産業革命以以降近代を迎える以前のものもとと変わったことがありますでその近代以前の価値観を持っているものって今少ないんですが宗教は実は近代以前の価値観から始まってていまだに宗教というのは近代以前の価値観で生きてるんです。 どういう価値観かというと鎌さんが聞いた話です宗教の世界で、まあ、指南書の一つとして親鸞上人の「教行新書」という本があるんですこれは浄土真宗の教えだけではなくて宗教は全部教行新書なんです教えがあって行いがあって真があって証明されるんですで今の社会は違うんです 教行正なんです教えがあって、まあ、あの仮説があって実験をして証明されないと信じないのが今の社会なんですでもこれねよく考えるとこの世の中で証明されたことってわずかちょっとなんですよなんか証明されてないことを信じるのはバカじゃないかというけどこんなに 万象の中でこんだけしか証明されていないことしか信じない方がよっぽどバカだと思うんです、えー、リーダーというのは信念を持たなければいけないというお話があると思うんですけれどもそれはそうなんです80%の人が信じてからやったんではもうすでに遅い誰でもするんです 10%20% の時に自分はこうだとやろ0%の時に自分がこうだと 思う信念があってやることが大事で,でこれって競業昇進では生まれにくい形になるんで是非あのこれだけ世の中が変わっていくけども人間がやることっていうのはさほど変わりがないわけでそういう競業昇進の世界だけの価値観で 生きるというのはあのみんなについていく人たちの考えでいいんですけども世の中をリーダーとして、えー、生き抜いていくそういう人たちというのはどこかで協業信者の世界を持っておっていただいた方がいいのではないかという今日はこの2つを教えに来たのでそれだけ、えー、お話をさせていただきます。が、えー、がりりと,ととといいううこ協業信非常ににかりやすいですでよよね皆さんの表情がだんだん仏ののだだ仏見えて <laughs> 参りましたところでここからはじゃあ、クエスチョンということで、えっと、じゃあ、まずご質問を2人さんにまとめてい、えー、きましょう、じゃあ、木さん。経営競争基盤、金村ですあの非常に心が洗われるお話、ありがとうございました、えー、その反対の話を聞きたいんですけれども、特にあの石橋さんと田中伸一さんにお聞きしたいんですけど邪念のコントロールですね。 信念の,の反対側に邪念があると、特にあの悟りを開いてない方にとって邪念、いろいろあると思うんですけど、やっぱりこれ、逃げるわけにはいかないので、人としてですね、ご自身としてどうやってコントロールされてまあ、まあ、もしくはガス抜きしてるのかっていう、そのあたり、どううまく邪念と付き合ってるのかっていうのを、木村さんもダークサイドのね、文芸ですから <laughs> あのもう一方がいらっしゃれば、いきますか、はい、山田さん。山田と申します。ありがとうございました あの先日あのココアセレモニーっていうペルーのなんかで修行してきたっていうシャーマンと一緒にやってきたんですけどもやっぱりそこで来たのが魂は光るものでえ光るようにしなきゃいけない心と体をつなげてつながりが光っていくんだっていうこととえこの世界と楽しくつながるっていうようなことをしたんですけども例えば私がじゃあそのココアセレモニーって皆さん来ませんかって言ったらあいつ変なやつだねっていうふうになっちゃうと思うんですけどもどうやったらその世界を皆さんに伝えられるかなと思って。 そういういセレモニーみたいなものに来てくださいってそういろんなものとつながっていくって違う見方ができますっていうのじゃあそれは李天さんにお願いでするじゃあ邪念系じゃあお二人います <laughs> <laughs> そんなあのコントロールができるほどあの <laughs> あのー、悟りが開けてるわけじゃないんですけどもええーまあ、ちょっと 質問に対してまっすぐな答えではないかもしれないですさっきのものの見方っていうのがあの私にとって非常に大きくてでこれがその物事であれ人であれ、えー、っと今まではこう自分の嫌いなものは嫌い好きなものは好きって割とはっきりしてたとあれちょっと違うんですよ <laughs> 僕は飲んべですからね <laughs>、はい、このワインを飲んでたんだ一緒にでこのでワインが、えー、これだけあると思うのか こんだけしかないと思うのかというあの,のんべの心境でございます <laughs> いやでもそれがあの私にとって非常に大きくてその,その話の前にもやはりあの人との接し方みたいなところもあってでそういうその、えー、捉え方ですよねだからそれを邪念と思うのかあのいやそれはあのま向、あ、から向かうべきことと思うのかみたいなことを割と考えるようになりましたね。 自分でだから嫌いなことでも <laughs> あ嫌いっていうのかななんかちょっと違うなと自分とは違うなと思ってることでもあそれには何かが意味があってでそれをえと自分からむしろ取りに行こうっていうかそんなことをあのするようになりましただからちょっとまっすぐな答えじゃないかもしれませんけどもすいませんじゃあ邪念系からお答えさせていただきますえー、っとですねあの正直その邪念っていうのは 逆に利用すべきかなっていうだからただ実はこれが邪念っていうのが非常に厄介なものでもあり、えー、逆にこっちが呪縛されてしまうっていうだからそこをですねいかにしっかりとこれこそコントロールなのかもしれないですがいや,やっぱり意,意識が入っちゃったら駄かなやっぱりいかにその邪念っていうのをエネルギーに変えていくかっていう発想がすごく重要かなと思うんですね。 でそういうところで心がけてることっていうのはやっぱり自分の心をゼロにするっていうか人間ってやっぱりんですかね自分があるんですよでプラスになってると,、えー、っと正直ですねあの周りとの関係も含めてあの逆に邪念に呪縛されてしまうっていうこれ経験値ですけど それはあの要はコミュニケーションというのは一番基本は相手をどれだけ知るかということで相手になりきるというのがすごく重要で,で相手になりきるために一番邪魔するのは自分なんですね。で自分がプラスだと相手を理解することができませんだからゼロにするというこういう発想ですねでゼロにするとですねあの邪念というのが利用対象としてもう少し明確に見えてきますところがその邪念の一部が自分自身になっちゃうと 煩悩というか、まあ、これは宗教あの仏教の言葉ですけど煩悩というか人間が持っているそういうもやもやしたものがこうぐわーって群がってくるだからそこを一挙にこうき切り倒すっていうためにはまず自分をゼロにするっていうで今目指してるのはまあそのゼロだってこっちもまだ完璧にできてないんですけどやっぱりマイナスにするって結構あってでこれはですね何て言うんだろうなあの、まあ、先ほど李天さんからダライラマン さんがですね、子供みたいいいだっっていう話ででで83歳でいらっしゃるんですよねで僕がその話を先ほど打ち合わせのときに聞いたときに思い立ったのが本田宗一郎さんで本田宗一郎さんは僕が初めて会ったのが82歳のときでアメリカだったんですけど10日間ずっともう一緒に過ごさせていただいてでその当時の偉いさんというのは怖いときの本田さんを知っているものだからみんな寄りつかないんですよ。だからしょうががないいから僕がずっと一緒にいて でその時にやっぱり彼のすごさっていうのは自分をマイナスにできるっていうかもう子供なんですね。で要はアメリカ人だろうが相手が誰だろうが英語は「ハローと「サンキュー」しか言えないのにアメリカ人人種関係なく、えっと、吸い込まれてしまうっていうかで何て言うのかな自分をマイナスにできると,なんとその邪念も客観視できるようになってくるっていうか。 これちょっと感覚的なんでなかなか難しいんですけれどもやっぱり自分が少しでも残ってるとプラスだと邪念に呪縛される自分がゼロになればあるいはマイナスになれば邪念を利用できるっていうのが今の僕自身の何と言うんだろう考え方ですねですからあの人間所詮好き嫌いってあるじゃないですかでもそれをなるべくゼロにするっていうでマイナスっていうのはもう嫌いでも好きっていう。 <laughs> あの何とまあ別に、まあ、ラブラブ高専ってさっきおっしゃってましたよね <laughs> 僕はよくラブラブ高専って言うんですけどもあの嫌いな相手でも好きだって思い込めばでそれを信じればあの基本的には好きになるんですよ所詮はこの世は思い込みの世界で思い込んだほうが勝ちなんですねだから今先ほど利天さんからその信じる力 っていうものっていうのはすごく納得いってやっぱりその、えー、見えないもの聞こえないものを信じるっていうその信じるっていうのがパワーに間違いなく出てくるんですよその信じることによって今言った邪念とか煩悩とかいろいろな悩みとかいうのをこうレバレッジしていくでそういう意味で言うと仏教ってすごいしたたかな教えかなと思っててなんつったって宿泊をどうレバレッジするかっていうことをですね <laughs> あの要するに、どう利用するかですよ、だから邪念というのも宿泊の一つじゃないですか、だからそういう意味で、そういう苦しみっていうものを苦しみとして受け取るんではなくて、分あの仏教の方々は、苦しみを苦しみとは受け取ってないはずなんですよね、非常に中立的な概念と思ってて、そんなことはないと思います。 いやそれほど思わせるほどその仏教書っておいした高な教えだなあっていうふう、ね、確かに私がないことは非常に大事なんですね。私があるから邪念になるんですよ。で人はね、みんな自分の都合で生きてるんです。全員自分の都合で生きてるんです。よく見ていると自分の話しかしませんから、みんな。でそれを 私があると、ああ、こいつは嫌やとか、こいつはあの前とか言うんですけども、私をなくすとです、ね、あこの人はこの人の都合で生きてはんやなと、仕事ができる人もできん人も、みんなそれぞれ自分の理由があるんです、自分の理屈が。うん、それを認めてあげるとで、認めてあげれる自分を作ると、邪念がおっしゃった活用に。 ななるかもしれないしれいそのためにも、まず私があるとね、ゴーンさんもなんで捕まったとか言うと、やっぱり私があったからだと思うんですよね、ブラジルの大統領になりたいとか、ね、いろいろあったかと思うんですけども、そういうなんかあの、まあ、あれはトランプさんのせといろいろあるらしいんですけども、<laughs> あの私があると、やはりあの物事はうまくいかなくて、みんなは自分の都合で生きてるんだっていうことは、あの思っておいた方がが、あの邪に合わなくて済みます。 だってじゃになりませんからあそうなんやななんんやでこいつ仕事せえねこの人は仕事せえへんこの人の理由があるんやからねそれを私が言うからそれはじゃになるわけでそのように私はそれとさっきのつながり空とはつながりっていうそういうニュアンスに近いんですよね,ねじゃあちょっとスピリチュアルなあの結局体験を共有したいけど難しいってそういう、ね、光の世界をたくさんの人に知ってもらうのはどうしたらいいかという。 スピリチュアルってすごくうさんくさく思われて女性は行くんだけど男性はいかないでもみんな救い求めてるってどうしたらいいかっていうあのね仏教の教えってあの仏さんが自主深いわけですよもうすべてを救おうとダライ・ラマなんか何遍もシャバ世界に生まれてきて救おうという、まあ、お考えをお持ちなぐらいそうなんですけどねもう一方こういう言葉があるんです縁なき主生はどしがたし縁のない主生は仏といえどもどせないんだ で今あ,のあんたが思ってはるすごい光のいい世界があるけれどもこれはそういう縁に触れない限りはなかなか伝わらないんでそれはその人が持っているつながりとかご縁の中で生まれるものですからまあいろんなことをなさるのは大事で私もいろんなことをしてるからいろんなご縁が生まれるんですけれどもえそれはそういうもんだというふうに思っておいた方がいいかもしれません。 それもこのの人らの都合なんですみんな自分の都合で生きてるんですからと私は思いますけども深いですねじゃああと一つぐらいいけそうですがどう,どうですかもしあればいけないいや <laughs> まだありますあと2分ありますからどうぞあの,あの時間のプレッシャーに負けずに聞きたいことがあればいいですか <laughs> じゃあ、えっと そそろそろちょっと早いですけどラップアップいこうと思うんですが、まあ、の改めてえっと2分ありますから少しあの尺は気にしていただきながらしゃべっていただきたいんですけどあの今日軸とか信念って話だったんですけど、まあ、もう一回戻って自分にとって信念は何かとかどうするかっていうここいろいろ皆さんの受け止め方あったと思うんですが、えー、一番言いたかったことは何かっていうそこにちょっと戻りましょうかじゃあ1位からいきましょうか。 まあ何ですかね、その前にきょうはあのあのお二人の先生を前にして、私がこんなことを話すのは何かなと思いながらずっと話をしてたんですけども、でも、自分の、の先ほど人と人のつながりっていうのがありましたけど、その本当に元になるものだというふうに思います、それが自分の,あの本質に気づくことによって、そういうものがしっかりできてくると。 いうことだというふうに思ってます。つながりですね。ありがとうございました。じゃあ新さんお願いします、えー。そうですね。あの基本的にコミュニケーションというのは僕はつながりだと思ってて、あの今リテンさんが まあ食うっていう言葉はなかなか難しいなと思ってたんですけど、それをつながりと言い切ったところにすごさがあるなと、なるほど、人間は要はつながりの中で生かされてるわけですから、やっぱりそのどうやって生かされるかっていうのは、コミュニケーションという、僕に言わせると呼吸みたいなもんですけどね、なくてはならないものなんですけども、さっき言った受信発送発信っていうのをどう回していくか、それが基本的にはつながりをどう作って、つながりに生かされてくるかっていうポイントだと思うんですね。多分これからすごく重要になるのは まあ、今、私が一番苦労しているというかまさにリテンさんもおっしゃいましたけど、えー、っといわゆる還暦、えー、を過ぎてやっぱり20年持たないんですね、21年前に立ち上げた会社でそこで一挙に成長してきたんだけどもやっぱりそのとのすの軸っていうもんではこれから無理なんですね、還暦過ぎてからというのは今、実感しています。 だからそこに何か座標軸を作っていくってことが重要で鍵はやはり自分との対話だと思います。ということで、えー、今日はどうもありがとうございました。マイ,マイナス19秒なんですけども <laughs>、えーまあ、今日のお話はあの人,人生の本質はつながりにあるということを知っていただきたい。でもう一つはあの 皆自分の都合で生きてるということを知った上でつながりの中に本質があると思って生きるとえいろんな場面で使えるのではないかということでえ私のお話は締めたいと思います。すすすごごく時間を気にする人ですので、の <laughs> <laughs> ありがとうございました。 あのー、私も非常にお三方から学ばせていただきましたが個人的に思ったことは軸の強さという強さじゃなくてやっぱしなやかさというか時代感の中とか他者との関わりの中で常にこう調整していくということが本当の軸なのかなという気がしました皆さんにとって何か持ち帰りがあれば幸いですどううももありがとうございいままししたおおにもう一度拍手をお願いします。